こんにちは、ハイビー編集部本田と今日は牛尾ハロー先生がお送りしてます週刊ハイビーです。どうも週刊ハイビー視聴者の皆さん、はい、こんにちは牛尾ハローです。お久しぶりです今日はですねCD プレイヤーを聞いていただいたインプレッションをお願いしたいと思いますけれども、はい、今日は CD プレイヤーじゃないですよね。これ CD プレイヤーにもなるし、はい、USB ダックにもなるし、はい、プリアンプ機能がなおかつついてる、はい、ちょっと裏ね見てもらうと分かりやすいんですけど、写真で出すとアナログ入力が3系統、デジタル入力が5系統、はい、出力もね、アナログ出力ですとかデジタル出力も、うん、あるっていう、ありますね、はい、CD プレイヤーにしては多機能が感じます、ね、はい、イギリスのオーディオラボというね、はい、メーカーが出した、まあ、その 8300CDQ っていうモデル名の、まあ、ユニバーサルプレイヤーでもない、ね、ユニバーサルアンプでもないな、なんですか、まあ、一応ね CD プレイヤーとだ CD プレイヤーっていう感じで、 CD プレイヤーですよね。そう、まあ、こんな感じでね、はい、お聞かせていただきました。まあオーディオラボってイギリスでもそのハイエンドを狙うんじゃなくてバジェットハイファイっていうね、非常にこうコンパクトにまとめて、まあお家でいい音楽をいい音で聴くっていう、そういうオーディオ機材をずっと送り出してきたメーカーなんですけど、まあ今回もこういったそのオールインワンで CD とかハイレゾ音源と、あとアナログもつなげば、まあフォノイコライザーはありませんけども、このイコライザー外付けでつなげばアナログのレコードも聴けるという。そうですね。アナログ入力が3系統あるので、うんうん、RCA が、はい、そうそう多いですよね。で、まあ、CD のメカニズムはこういうスロット認識で、はい、まあ、簡単に、はい、CD が聴けるという、うんうん、なんで今回は聞いたのが、可変ボリューム機能をね、オフにしたり、うん、オフにしてこっちの、まあ、CD プレイヤーもしくは USB ダックとして使う場合は、うん、ボリュームはフィックスで使っていただければ、まあ、うん、プリメインアンプのこのボリュームで動くしです、ね、から例えばパワードのスピーカーと組み合わせた時に内蔵のプリアンプ機能を使えばそこで、まあ、電子ボリュームなんのかな、そうですね、が、機能しますので、まあ、プリ機能だけ、プリアンプになるので、まあ、この中でレベルの可変ができるという、うん、まあ、いろんな使い方をね想定できる製品かなっていうふうに思います。うん、まあ、聞いてみてね、すごく、まあ、こんな言い方変だけどまともな音CD プレイヤーにしてもハイレゾ音源にしてもこうなんかちゃんと音の本質を捉えるっていうかね、核っていうか中心のある音を再生してくれる、うんうんうん、特にやっぱり中低域の表現力ってのは結構、まあ、最初ねこういうオールインワンですから、まあ、どちらかっていうとアブハチ取らずになるっていうかね、多機能性イコール、まあ、どっちつかずになるケースが多いんですけど、そういうふうにならなくてちゃんとそれぞれの機能がうまくまとまってるっていうのはね、うん、いいかなと思いました。じゃあ CD プレイヤーとしてもなかなか、うん、まあ、特に CD プレイヤーの部分がね、はい、スロットインのメカでちょっと頼りないとこはあるんだけども、うん、音はなかなか良かったです、うん、ヘッドホンもさせるので本当にね、いやヘッドホンじゃもったいないよ、ぜひともスピーカーで聞いてほしいなそうですね、いや、まあ、いろんなねデスクトップオーディオを使う、まあ、そうですね、デスクトップにも使えるし、なんかそういうね多機能だとやっぱりなんかこうこれ買ってさっきおっしゃったようなアクティブスピーカーっていうのでもうね、うん、できちゃうわけですよね、はいはいはい、便利ですね。ハイレゾも384の32bitのWAVから 11.2 の DSD 対応なんで、はい、まあ、今あるパッケージもしくはハイレゾ音源にほとんど、うん、まあ、対応できるっていうね、そうですね、はい、という、まあ、はい、UHDB では買いませんけどディスクあと MQA がね、あ、そう MQA CD も対応しているので、 MQA CD とか MQA のファイルが再生できるの、うんうん、ということなので、タイダルとか使ってる方とかすごくね便利な、まあ、イギリスの製品ですから、はい、MQA の本拠地なんで、そうですね、そういうところでは多分横のつながりがね、あったんじゃないかなというふうに思いますけど、というわけでちょっと期待の
新しい、うん、はい、アイテムでした。32万円これですか。あ、ごめんなさい、26万2000円とか、定価26万円だっけ、はい、税込みで、まあプライス対価格対内容を考えると非常に、うん、まあ、いいかな、お得感はあるかなっていう気がしました。分かりました。というわけで、はい、今日は CD プレイヤー、はい、それともダック、うん、プリのご紹介でした、はい。まあ、続きはぜひあの、はい、ハイビーの次の5月号でご覧ください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ゆうせいさんもありがとうございました。